お願いします、はい、ではまず最初にビフォアの状態がどういう長さだったりカラーだったりしたかっていうのを教えてください。ビフォアは、肩に当たるぐらいのそのボブが伸びっぱなしになった、ちょうどミディアムぐらいですかね、はい、でカラーは、まあ、根元が伸びてちょっと退色をしてオレンジ味が出てるような感じでしたね、はい、ではそこから本日カットしていただいた内容流れを教えてください。まあちょっと切りっぱなしなんだけど夏っぽく動きが出るように今回は切ったんで、襟足ちょい長めの前下がりのスクエアボブですねにカットをして、で顔周りと表面に動きが出るようにスライドカットで束感を少し強調して、ちょっと夏らしい重めだけど軽めに見えるボブみたいな感じのちょっと新しい質感のボブを作りました。一番重要になるポイントっていうのはどうですか。やっぱ基本的にはもう乾かした時にこの動きが出るようにフォルムを大事にしてるんで、やっぱりその乾かして、内巻きにも自然になるし動かそうと思ったら動きが出るっていうような形を作るためにこのブラントカットでしっかりと形を作って切ったのがすごく、まあ、今回のカットの大事な部分で、まあ、あと前髪が、ちょっとアレンジ次第で大人っぽくも見えるしおしゃれっぽくも見えるように、まあ、こっちはその前髪のサイドをちょっと下ろしたらちょっと目の横にこの毛束感が来ると大人っぽく見えるようにして、でそれをちょっとスタイリングで耳掛けしながらその目の横のこういう部分をちょっとどけるとこの前髪の束感だけが強調されてちょっとおしゃれっぽい感じのボブに見えるっていう、まあその仕上げ方によってアレンジを変えれる感じにはしてます。まあ今結構なんかそのお客さんとかそういう世の中のニーズってなんかただ大人っぽいっていうだけじゃなくてなんかうまくそのおしゃれっぽさをどう入れるのかみたいなのって結構みんな大事で、なんか女の子らしくいたいっていうだけじゃなくてそこにおしゃれっぽさみたいなのが必要なので、それをうまくそのスタイリングとかで作れるようにしてあります。はい、ありがとうございます。ではスタイリングについてどのようにしたかでしょうか。うん、今回はスタイリングは、ちょっと濡れた状態から外に跳ねるように手でわざとなんかその跳ねて巻くっていうんじゃなくてそのハンドブローでこう跳ねさせるような外人の癖で跳ねてるようなそういうイメージを作るためにちょっとそのちょっと濡れてる時からしっかり根元を潰しながらハンドブローで跳ねるようにして、で表面の部分はスクランチブローでこう握り込むようにすることによってこの上のくしゃっとしたエアリー感と下のそのブツッとしたその無造作な外跳ね感みたいなものをうまくそのスタイルに落とし込んで仕上げてます。スタイリング剤は今回ちょっとクリーム系のワックスを使って、そのブローし終わった後にクリーム系のワックスを全体にこうスクランチしながらつけて、でつけた後にさらにその上から熱を加えてもう少しこうなんていうかぬめっとした感質感というか、なんかワックスをただこうつけて仕上げちゃうとこうエアリーになっちゃうんですよ。でそのエアリーではなくてそのあくまでもそのぬめっとしたその外人風空気感なんで、外人が朝起きたら何にもしてないけどこんな感じみたいなイメージ。だからどうしてもその日本人の髪は硬いのでこうコテとかアイロンでそのいわゆるスタイリングっていうことをしちゃうんですけど、もちろんこれスタイリングしてるんですけど、そのスタイリングしてないようにもう起きてワックスつけたらこんな感じになっちゃってますみたいな質感を出すためにブローしてワックスつけてもう一回ドライでこう握り込むようにすることによって、なんかなんですかね、こうちょっとぬめっとしたっていうか、まあ一日なんか立った髪みたいな熟成されてる髪みたいな感じ の見え方なんです。だからあんま綺麗にしすぎずその整ってないけどバランスがいいみたいな
感じですね。耳かけにした時のかけ方のコツって何か？耳かけで今回はあの耳をこうここのもみあげの部分のイヤリングの部分からギュッとかけるんじゃなくて、そこの部分はちょっとこういうふうにリバースに後ろにちょっと根元をここですねを返すように、だから残しながらその後ろの部分のここの耳の後ろの部分をキュッと押さえながら耳かけするっていうのは結構大事で、こうもみあげからギュッとかけてしまうんではなくて、この耳が透けて見えるか見えないかみたいなその束感が結構そのおしゃれポイントかなと思うんで、そうするとこの長めに切った前髪も後ろに行くことによって、ここがこっちはこう目を囲ってるんだけど、こっちは目を囲わないでこういう横のストレートのラインで前髪が見えるんで、それがフェミニンじゃなくてちょっとおしゃれに見えるっていうアレンジができると。わ、うん、かりました、どんな女性にこのスタイルをお勧めしたいですか？まあそうですね、なんかその女性らしいそのスタイルにちょっと飽きちゃって、だけどなんかちょっと自分らしい、なんか周りからあなんかすごい来られてていいよねみたいな感じでその言われたい人っていうか、なんかその女性らしさ出しすぎない抜け感のある感じが欲しい人ってことですかね。そういう感じの人にはこのこれから、まあ、このヘアスタイルっていうのはすごくぴったりかなっていう。ありがとうございました。